本日はですねこちらパタゴニアの R2 フリースジャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、2021年に実は今まで出た R2 ジャケットっていうのが廃盤になったんですよ。なくなったんで、しかも僕結構これおすすめフリースで上げてるぐらい結構良かったんですよ。なんか言い方によっては、人によってはね、着る毛布っていうぐらい着心地めちゃくちゃいいっていう人がおってね、うわそれなくなると残念やなと思ってたら、2022年今年に R2 っていうジャケットあったんですよ。で、あのパタゴニアに行ってね、あの仙台のパタゴニア行って、仙台旅行行ってたんですよ。でパタゴニア店員さんに、すみません R2 ジャケットでもないですよね、あありますよって言ってね、あこちらですって言ったら、よう見たら若干ちょっと質感とか違うんですけども、まあそんなところもね、いろいろお話ししていこうかなと思います。ではまず着用していきたいなと思うんですけど、ちょっと全身黒やったら分かりづらいんで白に着替えますので、ね、では今から着用していきます。それではこちらですね、サイズが M サイズで着用します。まあ去年のモデルもそうやったんですけども、基本的には僕パタゴニアはね全部 M なんで、こういったレトロ X もね M サイズで着用してますし、このシンチラスナップティーもね M サイズで着用してるので、多分おそらく M が適正サイズやと思うんですけど、結構まあタイトめな感じの印象かなと思いますが、 R2 はもともとねこういうジャケットやったんで、そのねサイズ感に関しての違いっていうのはもうほぼほぼないんですよ。だからサイズ感はいつも通りのサイズ感やなと思うんですけども、よくよく見たらこれタイトルというか商品名違うかったんですよ。これがね R2 ジャケットっていう正式名称なんですよ。あの廃盤になっちゃったやつで、こっち R2 ジャケットやと思って、 R2 ジャケットくださいって僕が店員さんに言って悪かったんやけどね、店員さんがね ありますよって言ってくれたんだけど、正式名称はこれ R2 テックフリースジャケットやから微妙に違うんですよ。で微妙にちゃうんやけども、まあ一応 R2 のこっちの置き換えバージョンみたいに今なってるんでね、まあそういったちょっと比較なんかもしながらお伝えしていこうかなと思います。サイズ感に関しては一応違いはないって言ってるんやけど、一応こっちも旧バージョンも着ておきますね。はい、とまあこのようにサイズ感はほんまに同じような感じです。だからまあ特に R2 は変わってないんだよ、サイズ感は変わってないんやっていうことはいいんやけども、このジャケットね見た目ほぼ変わってないけども用途かなり変わってるんですよ。で今までのどっちか旧版のタイプっていうか旧ジャケットの方っていうのはまあ待ち用みたいな感じのイメージ、これ私服でも着れるし、なんやったらアウトドアも着れますよねっていう、めっちゃ便利やんけーっていう状態だったんやけども、こっちの方の最新バージョンに関してはよりタウンユースではなくて、その登山とかフィールド向けアウトドア向けにもう完全にシフトしちゃってるんで、僕みたいなエセキャンパーにはあんま向いてないんかもしれないんですけども、まあ登山とかされる方もあよりいいかもしれんと思っていただけるかもしれないんで、まあそういった用途がまず変わってますよと。でどういうところで用途が変わっていったんかと申しますとですね、まずじゃあ見ていただきましょう。こちら生地感がね大きく変わってます。このツルーンとした感じ、今まで R2 っていうとこの毛足の長いモフモフした感じのイメージやったんやけども、全部が全く毛足とかはありません。ただその肌に当たる裏側の方は毛足があるんですよ。ちゃんとフリースなってて全部そうなんやけども、表側に関してはこのツルーンとした状態になってるので、まずね撥水の加工がされてるんですよ。だ今までのフリースってどうしても水に濡れたりしたらもうびちゃびちゃになるじゃないですか。でそれがちゃんと改善されてるんで、例えば雨は上がってんやけども、こう木とかにまだ水たまりついてる時ってあるじゃないですか。ああいう時ってボーっとしてたりしたらね、上からポタポタ水落ちて、なんか冷たいなと思ったらね、葉っぱから水落ちてくる時あるでしょ。でそういう時なんかはこれ着ておけば撥水してるんでね、そのポタポタぐらいだったら全然濡れないんですよ。そういう風によりこう自然の中で使えるような状態になってるっていうのがこの R2 の最新版というかテックフリースの方ですね。でその次の違いというと、まあ、ここはもしかしたら僕の視聴者さん的にはっていうところかもしれんねんけども、ポーラテックじゃなくなりました。だから今までのポーラテックっていうのはこういうロゴがついてて、もともとねフリースっていうのは誰が作ったんですかって、そんなこと知りません、そんなこと興味ないって思われる方もいらっしゃるんやけども、もともとこのパタゴニアとポーラテックが2社で合同で作ったんですよフリースをね。それまでフリースってなくて、登山行くときはみんなねこういったスウェットを着て登山行ってたんですよ。でそれじゃあちょっと濡れたらべちょべちょなっちゃうし重たくなるから、活動しにくくないですか、ほんならちょっと一回作りましょうよパタゴニアさんポーラテックさんって言って2人で作ったのがこのフリースの始まりなんですよ。だから僕よくフリースはねとにかくパタゴニア買ってくださいと、ノースフェイスじゃなくてパタゴニアのフリースを買ってくださいってずっと言ってたんやけども、なんでそうなんて言ったら元祖やからです。もう今でこそねユニクロとかファストファッション系とか、まあいろんなブランドがねもうフリースっていっぱい作ってるけども、もともとはどこやったんですかって、もうこの人らなんですよ。だからもうここやって言ってたんやけども、そのポーラテックではなくなっちゃったんですよね。だからその辺っていうのがちょっとどうなんかなっていう人もいてれば、いや別にフリースさん関係ないでしょって思う人もいてるやろし、もっと言うならこの表側にねまだ毛は使われてないから、表に毛使われてたりしたらやっぱフリースって毛抜けとか毛玉になったりするのが多いけど、ポーラテックってなかなかそういうのがちゃんと対策されて毛玉になりにくいんやけども、まあこれ表に別に毛使われてないからポーラテックじゃなくてもいいやんっていう人もね全然いてはると思うので、まあ変更としてはこういった変更がありますと。ちなみに僕店員さんにね、あすいませんこれってもうじゃあポーラテックじゃなく
くなったんですねって言ったんですよ。ほんならみたいな感じでね、新人さんやったと思うんですよ。だからあんまりポーラテックとかってわけでもわけわからへんじゃないですか。でもしゃあないとは思うんですけど、僕も一瞬パってね、ポーラテックですよねって聞いてね、って言うと、あれどっちなのとか見て、でまさかポーラテック知らんってことはないやろなと思ったんやけども、まあさね、あの入ったばっかりの人だったらわからへんかったやろうから、2回目一応聞いた時にポーラテックじゃないんですかねってあまり聞いたら、あーみたいな感じだったから、あもうこれ以上聞いてあかんわ、詰めたあかんわと思ってね、あの何も言わんかったんですけど、一応ポーラテックじゃなくなってるということで、まあ、じゃなくなってるっていうよりかは、まあ、ジャケット自体もちょっと違うんですけどもね、パタゴニア自体はこの R2 の代替でこれをね用意してるので、まあ、このあたりはちょっと変わってきたかなと。でそれ以外ではね、この表の生地と裏の生地違うじゃないですか。で裏はふわふわなってるから、その分傘高ってちょっとちっちゃくなってるでしょ。だからよりコンパクトになってると思います。こうくる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 した時に両方ともモフモフやったらここまでコンパクトにならないんですけど、片方だけつるん状態にしてますので、ほんまに登山行った時とかなんかにね、リュックにポーンって掘り込んだりとかできるような感じになってるっていうところで、より使用用途がフィールドに向いてるのってわかるでしょ。確かにそうやなと。タウンユースでくるくるまとめてリュックに掘り込んであんませえへんじゃないですか。もう来たらそのまま着ていくんやけど、そのあたりがね、若干ちょっと仕様変わってきたんかなと思います。でね、話変わるんですけどね、僕たまにね服屋さんとかセレクトショップ行った時に、あこの生地めっちゃいいですね、これってどこの産地ですかと聞いたりするんですよ。ほんな店員さんもね、産地とかは分からないですって言われて、ブランドはここの子なんですけどって言われてね、あそれは知ってるんですけど産地って分からんすよねって言ったらね、多分僕相当うざい客やなと思いながら、自分でもね思うんやけど、気になるからね、これどこの産地なのかって気になるから聞くんやけども、店員さんなんかね、そんな別にそんな知らんでもええじゃないですか。だからこうざい客やなと思われながらね、多分見てると思うんですけども、本当いつもお世話かせさせていただいております、失礼してますっていうことなんでね、まあ使用用途が違うくて撥水の加工がつきました。そしてさらにポーラテックじゃなくなってよりコンパクトになりましたっていうところが、R2 のテックフリースジャケットだと思います。じゃあデメリットはどういうことがデメリットになってくるのっていうと、今までこの R2 のタイプってこう着る毛布って言われるぐらい着心地が抜群やったって言われてるんですよ。まあ要はこの毛足の長い感じがふわふわ当たってて気持ちいいっていうことなんですね。まあ、これも結構選択してるんだけど毛玉にもならへんし、やっぱこれはねポーラテックのフリースならではやなと思うんですけど、そういう着心地が例えば首一つにしてもね、こういった首のふわふわのところで当たるのがいいのか、それともこういうブロック状でね当たってるのがいいのかっていったら、どっちの方が着心地よく思いますかっていうと、誰がどう見てもこっちじゃないですか。このふわふわしてる方が着心地いいように見えるから、まあ、よりねこう機能性とかに特化したような感じかなと思いますし、あともう一個デメリットとしてはストレッチ性が落ちました。だからストレッチとしてはやっぱりこの旧モデルの方がこれビヨンビヨンってこんだけも伸びるんですよ。ただこの最新モデルの方はあんまり伸びない、だからちょっとは伸びるんやけども、毛足がちょっと短いっていうのと、ストレッチ性がないっていうところで、まあ、着心地がちょっと落ちたっていうところが、まあ、デメリットかなと思います。とは言いながらね、じゃあおすすめの人誰なんかっていうと、最初から言ってる通り、とにかくフィールドに向けてる人、フィールドっていうと誰っていうと、アウトドア、登山、キャンプなんとかでいろいろしてる人、そういう人にはめちゃくちゃ向いてる。だってそれ用に絞って作ってるから、もうそういう人に向けて、あこれからアウトドアしたい時のフリースって何があるかなってなったりしたら、この R2 ら辺がね、ちょうどいいと思います。サイズ的に見てもね、こう余分なとこふわんってないじゃないですか。だからよりタウンユースじゃなくて、こうアウトドアする時なんかはこうシャキッという感じにしといて、上からまたさらに重ね着するから、モコモコしたら動きづらいんやけども、シュッとしたスタイルなんでね、動きやすさもちゃんと担保されてると。だからね、こういうのって、まあ僕も個人的に思うんやけど、中途半端なものを作るんやったら、しっかりとターゲットを絞ってね、登山の人は登山の人ってやってあげた方が、これ買う方からしてもね嬉しいと思うんですよ。で、まあ、僕の場合はちょっと登山とかせえへんから、あ完全に僕はターゲットじゃないんやっては思うんやけど、ちょうどこれからアウトドアしたいっていう人なんかはね、ピッたりやなっていうふうに思いますので、まあ、これは非常にいいね、変更点でやったんじゃないかなって、まあ、個人的には思っております。で、まあ、値段とかはね、基本的には変わってません。22,000円の消費税、24,200円ということで値段変わってないし、さっきも言ったけど仕様も変わってない、ポケットの位置も何も変わってないんやけども、まあ、生地が変わった、それだけでどう変わるのっていうと、えらい変わるんですよ。たった生地が変わるだけでパターン何にも変わってないんやけども、えらいそんだけ変わったんですね、なるほどですねっていうのが、まあ、今回の動画ということになってますので、最後まで見ていただいてありがとうございました。最後にね、このフリースの毛足の長いのってもう廃盤になっていってるっていうか、使うとこないんですよ。だから僕作っております。これ全く同じ生地ですけども、ハイロフトっていうポーラテックのね生地を僕採用して、これでブラックとかブラウンとか作るかもしれんけども、とにかく今現在フリースを作っておりますので、この着心地が良かったから、もうこのポーラテックを絶対使いたいってもう去年から思ってたんですよ。でそしたらパタゴニアさんがねなくなりはったんで、あじゃあ僕の出番ですねということで、今現在作っておりますので皆さん楽しみにしておいてくださいということで、本日はですね、パタゴニアの R2 ジャケットを紹介しめたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。